シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よう、今日の夜会は、キューノ国に情報を指示されたチャンドラを使っていくってやつだぜ。チャンドラのステータスマヨを右側に書いてから、変更点とともに確認していこうぜ。貫通、攻撃、神、アビリティ、アンチダメージボール、アンチブロック。これ、このアンチブロックが情報修正だ。このアンチブロックがついたことによってよ、こういうブロックがあるステージでも安定した仲間をブーストできるわけだ。 SS ブースト20ターン、友情貫通フォーミング6で、ステータスマイオ、ちょっとこれはわかんねえ。星5がどんだけのレベルなのかってのはあんまりイメージがつかねえからよ。まあでもブーストが20ターンで、この友情が、友情じゃねえ、この SS がめちゃくちゃ強いから、チャンドラの評価はすげえ高えぜ。で、ブーストっつうのはよ、キャラの攻撃力を 1.8 倍にして3回行動時までアップするというやつだ。で、今回このパーティーに何なのっていうとよ、一応チャンドラの SS で強化してオベロンのレーザーでボスをワンパンしていくってやつなんだが、俺はオベロンを1体しか持ってねえから用意できないわけだ。だから3体目にこのトータクっていうオベロンと同じロボットキラー M、 まあ攻撃力、総合攻撃力がちょっと減るんだが、で同じ SS を持ったやつを連れてきてるぜ。まあトータクの SS の倍率はわかんねえから、どんだけアップするのかわかんねえが、もしかしたらよ、めちゃくちゃ食らうか、めちゃくちゃ引きか、どっちかだよな。で、こいつはよ、アンチウィンドがねえから、結構工夫がいるよな。まあ、本当はよ、ボスを一体ずつ倒していくっつうのが面白かったんだが、それちょっと無理だ。まあ、いずれやるかもしんないが。で、今このステージ、めちゃくちゃ難しいぜ。チャンドラ入ったらこんな難しいのかってくらい難しいからよ、一応早くしてるぜ。さあ、そんじゃやっていこうか。で、ここ。ここはよ、オベロンが2体いたらめちゃくちゃ強いぜ。で、基本的にこうやってずらして、左でカンカンできるようにアンチウィンドがねえやつを移動するわけだ。で、左側をまず倒したらよ、次は、右の聖騎士と魔導士の間にはまるんだ。上を経由してはまるぜ。オッケー。やっぱよ、これができるかできないかによってここの勝率が変わってくるよな。じゃあ下潜り込むぜ。9の極を、あ、ちょちょちょ、ミスったけどよ、9の極ほど一回壁を経由して下に潜り込むっつう技が要求されたんではねえぜ。まあまあ他にもあるけどよ。ちょっと待てよ。今この状態で SS 打ってよ、ブーストしていくっつのはどうだ。いや、でもよ、次のステージでグダったら、最後のエリアとかで使えなかったら怖えからよ。やっぱり、今は SS 打たねえ方がいいよな。くそ、迷うぜ。いや、今回は、ここで打たずに、やっぱ最後のステージでちゃんと配置してから SS 打った方がいいよな。よし、そうしよう。じゃあ次はこのオベロン2体をぶっ裂いてよ、両脇に広げなきゃダメなんだ。 OK。 よし、こんな感じだ。で、次はよ、ちょっと入り、ちょっと右側に寄せ、決められなかったこいつを右側に寄せるぜ。これで、1P と 4P のオベロンは、ドリーの下に入れるっつうわけだ。で、お前、これで多分終わるぜ。弱点あるしよ。よっしゃ！で、この後のステージでよ、配置をするわけだ。まあ一応全体的にみんなを上にやらねえとよ、 SS が目障りで弾かれるからよ。ちょっと甘う。で、さらによ、トータクはアンチウィンドウねえから引き寄せられて、さっき言ったとレーザー撃てねえからよ、この場所よりちょっと下をキープしてんだよな。次のステージで聖騎士に邪魔されて上に上がれねえようにしてんだ。そして最後はいい感じに全員をブーストして突破したいと思うぜ。で、めちゃくちゃつまらねえと思うからよ、編集では早送りするぜ、ここは。
よし、ブースト。でよ、チャンドラであいつを倒しきれねえから、連続で倒すっつのやめようぜ。オッケー。でもよ、トータクがちょっと、聖騎士より左ならウィンドで引き寄せられるぜ。やっぱりな。どうすりゃいいんだ。こりゃよ、チャンドラでずらすしかねえよな。こっちに移動させると魔導士の横に張り付くが、張り付ききれなかったらよ、上に吸収されちまうぜ。そうなったらよ、やっぱり聖騎士の足元に、チビ聖騎士の足元に移動させてんだよな。その場合は、左下から行った場合はよ、上をこづけるかもしれねえが、減速するかもしれねえ。だからよ、右上、行ってよ、頭こづくぜ。よっしゃ、これでよ、どんだけ威力が出るか、めちゃくちゃ楽しみだぜ。さっき一回失敗したからよ。オベロン、オベロンよ、このロボットキラー M、 あいつ一緒だよな。オベロン、おめえは強えんだ。よくわかった、おめえは本当に強え。おめえは人気者だ。さあ、ムーンナイトマジック、気を取り直していこうぜ。まあ一つ言えることは、二度とこのトータクってモンスターは使わないってことだよな。いや、トータク、ちょっとこれマッチ、でもちょっと下っぽいか。まあでもここで倒すから意味ねえんだけどよ。ちょっと待て、オベロンよ、こいつ右にずれて、もしかしたらマッチになるかもしれないな。よし、もらった。こりゃ、あのファーストのオベロンで勝ち決まったぜ。あいつをずらさねえように、いい感じに移動するしかねえな。さすがによ、弱点来なくても 1.8 倍になってからよ、倒せるはずだぜ。入れ番だけはしねえように、下の方でおとなしくしとこうぜ。でもよ、これ失敗したらよ、下の聖騎士でやられるかもしれないから、ちょっと倒しとこう。上行ったぜ。マジかよ、次これマッチ成功しなかったら負けだぜ。まあでもよ、完璧な位置なんだよな、これ絶対成功するぜ。弱点がねえが、まあ仕方ねえ、決めてやる。見たか、やったぜ。まあいいよな、今回マッチ決めてもよ、チャンドラでパワーアップしてマッチ決まったぜって動画だから、マッチ狙ったぜ。まあチャンドラ入れたよ、結構難しいかもしれねえが、ブーストかけれたら結構スイスイいくからよ。まあ2組壊したら怖えが、お試しあれ。でこっからはおまけだ。俺がよ、さっき言った一回失敗したってやつをちょっと今からやっていこうと思うぜ。そんじゃおまけ開始。いやー、あいつよ、トータクレーザー針なんか入ってんじゃねえか。ずらせ、こんな感じか。よし、これでレーザーは出るだろう。いや、バカかよ、忘れてたぜ、こいつアンチミのねえんだった。まあでもレーザーの先っぽ出るんじゃね、ギリレーザー針から出てるだろう、噴出口は。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あばよ。